伊藤三等陸佐と前田一等陸佐、私は忍者より大きく重い機体ですが高い機動性を持っています。あのキノコ状のものはロングボーレーダーといいまして、同時に1000以上の目標を捕まえることができます。次に胴体の両脇に小さな翼がついているのが見えますでしょうか。これには対戦車ミサイルを取り付けることができ、レーダーと連動して正確な射撃をすることができます。お腹の部分を見てください。ここに棒のようなものが動いているのが見えますでしょうか。作業等を攻撃する30ミリカノ砲です。この30ミリカノ砲はコンピューター制御により正確な射撃をすることができます。再びアパッチのダイナミックな飛行をご覧ください。急加速して旋回します。次に皆様の方に向かって急減速し、最大出力を取ります。皆様の前を高速通過します。